キャラバンソマリアのキャラバンホガール産地を行く。現代のキャラバンキャラバンとは、タイを組んで砂漠を行く商人の一団のことである。ペルシア語のカールバーンに由来する言葉で、日本語では対象とも言う。アラビア語由来の単語としては、カーフィラ、イール、キタールなどとも呼ばれる。中国では、正隊と自衛能力を持った馬砲とで区別される。キャラバンは、商品の輸送中に、 盗賊団などの略奪、暴行などの危険から集団的に身を守り、商品の安全やいざという時の保険のために、複数の商人や輸送を営む者が共同出資して契約を結ぶことによって組織されていた。そのためキャラワンは、その指揮者、事実上の隊長の指揮のもとに隊列を組んで一貫した、統一行動を取ることが要求され、隊長が水場や旅程、 停泊などを日程を決定し、キャラバン隊は全員それに従った。西アジアのキャラバン交易は、砂漠の気温が極端に上がる夏は避けられ、年間3から4回程度、春と秋に行われた。主にイスラム地方を回る商人が多かったが、キャラバンは様々な文化が交流、融合するきっかけともなった。ムハンマドが、初代カリフのアブーバクルに巡礼キャラバンの編成を、 明治手以来、西アジアのムスリム国家は、伝統として、メッカを目的地とした国営の巡礼キャラバンを、組織した。国営のキャラバンは、王室のメンバーもしくはその代理人が指揮し、国軍によって護衛されるため民間のキャラバンよりも、比較的安全な旅が可能だった。輸送に使用される動物はラクダをはじめとして、馬。 ラバ、ロバなどがその特性やキャラバンの目的に応じて使い分けられた。馬は耐久性がないため荷物の運搬には用いられずに、旅程の先導薬に使われた。ロバも体が小さいため荷物が詰めず、長距離の交易には使われず、結局餌などの維持費用も廉価で、耐久力のあるラクダやラバが長距離の交易に使用されることになった。 ラクダは起伏の激しい地形を歩くのが苦手なため、必然的にラクダの対象ルートは、平坦なステップや砂漠地帯になった。金と岩塩を交換するサハラ越えの交易の、ラクダイコールキャラバンは数千頭規模に及んで、スーダンのガーナ王国、マリ帝国、損害帝国の繁栄の基礎となった。一方でラバは、荷物の積載量は、 ラクダの1頭あたり1 3 0ラムに比べ 80kg とやや劣るものの高低差の激しい地形には強いことから中央アジア、トルコ、イランなどの高原地帯や山岳部のキャラバンで用いられた。輸送力は水運と比べると大きく劣る。ラクダ500頭によって運べる量は標準的なビサンツ帝国の小保船一隻で運べる量の半分から3分の1程度に相当する。 キャラバンの輸送商人が大半な正体と、盗賊から自衛できる能力を持った馬とで区別される。馬パンの長は、大鍋と二鍋頭、漢字で構成され、軍機にも似た厳格なルールで組織された。タクラマカン砂漠や茶箱道などの交易路を使用した。シルクロード、サハラ交易などの交易路で盗賊などの襲撃を撃退するために、キャラバンが組まれた。 中継地には、砂漠上塞群、キャラバン皿が置かれ、休憩だけでなく、宗教儀式が行える場の提供や、打重用の食料調達、情報や商品のやり取りが行われた。ありがとうございます。